はいどうも、ポニャです。ギルティギアストライブどうやら今日で1周年みたいです。おめでとうございます。いやすごいですよね。1年間こんだけ人がいる格ゲーってのもなかなか最近だと珍しいんじゃないですかね。俺がやってた格ゲーなんて最初人いても後半本当に人いないみたいなことがかなりありましたんで、で今日はですね、自分多分1年間ずっと天上界にいたんですけど、天上界で戦っていく上でどういうことを考えてやってるかっていうのをね、この2つのリプレイを使って解説していこうと思います。この2つのリプレイがね、すごいいいリプレイが取れたので、これを使っていきたいと思います。はい、まず1戦目ですね。はい、まず自分はバクステしました。バクステした理由としましては、相手の方初めての方なんですけど、初めての方と対戦するときっていうのは基本ローリスクな選択肢を取って相手が何をするのかなっていうところをね見てます。でも全部見ると大変なので、要所要所でここダメージ取れそうだなとか、自分が有利な状況に持っていけそうだなっていう場所だけを見てます。まあ、そういうとこっていうのはちょっと口で説明するのも難しいので、リプレイを見てところどころ止めながら見ていこうと思います。でちょっと早いんですけど、まあ今みたいな感じですね。相手の方後ろに下がりますよね。だいぶこういうとこですね。後ろ下がるんで、自分は前に出てラインを上げようとかっていうのを考えてました。で、手出して、あれですね。で、ここ、ちょっと喋ってる途中で申し訳ないんですけど、フールの後、これですね。バックステしてますね。ダッシュキンエスで買ってるんですけど、フールの後っていうのは、結構、バックステされやすいポイントなので、こういうとこもね、覚えておきます。一回ここバックステ買ったんですけど、結構一回で動きを変えるっていうのって難しいので、まあ手癖になってる方とかも多いので、まあ何回かやってみて枯れなくなるまではひたすらバックステを借り続けます。フードルの後ですね。でバースト相手見せてしまって、セイクリッドエッジにしてる理由は、倒しきれない時はねセイクリッドエッジですね。ライドとセイクだとライドの方がダメージ高いんですけど、セイクリッドエッジって回の技の中でも一番帯電状態が長い技で、壁割りでセイクリッドエッジ使うと、帯電プラスダウンで置き攻めと同じ状況っていうのが作れるので、倒しきれない時はセイクリッドエッジが最適解ですね。でこの立ち剣当たった理由っていうのは、まあおそらく内容を嫌がって上を入れたっていう感じですかね。それで下段が当たってしまったという形です、多分ですけどね。でここ前ダッシュして足払いしましたね。でここ投げたんですけど、相手結構あ、ちょっとこのコパン、また投げに行こうとした時にコパン暴れされたんですけど、このコパン暴れ覚えておきたいですね。こういうとこ暴れかれれば一番ダメージ取れますんで。で、この方結構おとなしかったので、どんどん投げようと思ってました。でさっきコパン暴れ通ってしまったっていう感じですね。でここもどんどん投げに行きます。相手の方だいぶおとなしいので、でここも投げに行ったんですけど、コパン暴れ待たされましたね。でディッパーでダウン取って、ボルカニックバイパー食らってしまったんですけど、バーストで繰り返して、でこことかも相手めちゃくちゃ下がってますよね。まあ基本下がりがちな方なので、自分からどんどんラインを上げます。で、ディッパーで触って暴れ潰ししまして、ここちょっとコンボ見せてしまったんですけど、もったいなかったですね。2回倒しきれる場面ありましたね。でさっきの紫キャンセルからのジャンプっていうのは投げを読みました、まあ、読み負けてしまったんですけど、でここぶっ放しされましたねまあこういうのはもうしょうがないですね。ケアしきるのが難しいので、まあある程度はぶっ放しは食らってしまっても大丈夫です。で 2S 振りました。その 2S は相手が後ろ下がるから、下段である 2S ですね。後ろ下がるってことは下段がガードできないので、ちょっと距離の長い 2S とかそういうのを使ってます。使ってますっていうか使おうと思いました。でどんどんライン上げて自分からガンガン前に出ますね。そうするといつの間にか相手が画面端っていうパターンですね。でさっきこの手段また見ましたね。2回目ですね。1入れ替える手段、自分から、ラインを下げて1入れ替えの手段でもう1回ラインを変えるっていうか、まあ画面端を変えるっていう感じの動きをしてくれる方ですね。でここはしっかりマイピーで取って、はい、またこのバックステ禁煙性借りましたね。2回目ですね。でしっかり画面端までも追い込んで壁をセイクリッドエッジで割ります。ではい、ここバックステした理由としましては、相手ゲージあるんで、まあ持続タッチ系でもいいんですけど、持続タッチ系だと
ボルカニックバイパーロマキャンってされた場合に攻守が変わってしまうんですよね。攻守変わってしまってソルが攻めのターンになってしまうので、それが嫌なのでバック捨てをしました。この前 P とかは全部リボルバー読みですね。相手がゲージあるので全部読み分けてしまったんですけど、まあまあまあ多少ね体力減っても体力差があったんで大丈夫ですね。で最後は投げを読んで飛んだ時に、バースト待ったんでね、ロマキャンもゲージ 100% だったんでね、使おうということで、ゲージを使ってバースト対策をしてね勝ちということで、はい。で2戦目いきます。はい、ということで2戦目ですね。同じ方です。またバック捨てをしたんですが、今度は読まれてしまいましたね。まあ投げ一発ぐらいだったらね全然いいかなっていう感じですね。でダウン取れなかった、バースト吐かれて投げられてしまったんですけど、ここは今度また投げかなって思ってバック捨てしました。読みがちですね。で、はい、今度はフードルの後バック捨てされなかったですね。しっかり動き変えられましたね。で、ここで思ったのは、今度は相手じゃおとなしくすんのかなって思ったんで、どんどん投げようかなって思いました。また動かしてやろうと思いましたね。で、キンエスの後走って投げに行きます。で、チャージスタンからバック捨て。あ、今また相手コパン出してましたね。2K で今度は枯れましたね。まあ、たまたま枯れたって感じなんですけど。で、今、キンエスを送らせたのは分かりましたかね。これ、コパン暴れするかなって思って送らせたんですけど、今回はしなかったですね。で、フードル。またダッシュキンエスやりましたけど、今度は飛びに変わってますね。で、また投げて、どんどん投げますよ、こういう時は。で、本当はこれね、詐欺飛びになってるんですけど、見せてしまいましたね。ボルク当たってしまいました。で、コンボ決められて、壁を割られます。で、ここ、何を思ったか知らないんですけど、俺、ロカハイすら来るかなって読めたんですよね。なんでしっかりガードしました。まあ、こういうのはもう、なんか、あれですね、対戦経験積んでいかないと、わかんないかもしれないですね。なんか、結構、相手がこういうタイプならこうなのかなっていうのがね、ある程度予測できるんですよね。結構やってると。ダッシュ投げ、だいぶ強引な選択肢やったんですが、通らなかったです。で、はめられてじゃねえ、画面端で取りかごされて、だいぶしんどい状況だけど、あ、この今の2杯すら買ったの、ここもね結構ずっとジャンプされてたんですよね。低打とかジャンプされてましたし、1個前ちょっとごめんなさい、1個前なんで飛ばれたか覚えてないんですけど、飛ばれてたんですよね。飛ばれてたのを覚えてるんですけど、そう、結構飛ばれてたんですよね、画面端。なので、ダッシュ2ハイスラってやりました。見事に勝てましたね。読みがちです。まあ、こういうとこもですよね。ジャンプ狩りっていう部分。こういうとこもしっかり覚えておくっていう場所ですね。で、フルコン決めて、ほら、ジャンプ狩れれば体力半分削れますからね。これだけで。めちゃくちゃ美味しいです。で、今度 2K ちゃんと置いて、はい、これ最後の最後でちゃんと枯れましたね。コパン多分やってたと思います。相手の方。で、しっかりコパンを買って、で、これバー読みのロマキャンですね。ハード当たってなかったんでバースト打ってます。で、最後は、キンエスハイソラからのライドで、フィニッシュですね。まあ、こんな感じで、こう、相手のこう、なんていうんですかね、ダメージを取れるっていう場所、自分が有利になれるっていう場所をしっかり見て覚えておくっていうのが大事です。こういうのはね、多分対戦経験とか積んでいかないと分かんないと思いますので、まあ一番でも分かりやすいのとかは暴れる場所とかですかね。相手の方ここで暴れるなってとかっていうのは一番多分分かりやすいと思うんで、まあ、とりあえず最初はそういうとこだけ見ていけばいいと思います。ということで、今日の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。